こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。砂糖壺のパターンで作るティーコゼーの2回目です。前回ティーコゼーのこのパターンの部分、それから側面の部分、それぞれのキルトが終わりました。裏側こんな感じです。キルト芯に直接キルティングしてしまうので、ステー布とか、もしくは当て布、それから裏側の生地を当てていないので、後々ここ隠れてしまうので、全部玉止め出しっぱなしで OK という、とっても気軽なキルトです。はい、で、それぞれちょっとこれ一部もう縫っちゃってるんですが、側面とそれから反対側のパターン部分、キルトが終わっています。側面部分とこのパターンの部分は前もご覧いただいているかと思うんですけども、形がちょっと違います。で、このこちらが上で T コゼーの頂点になります。で、この頂点が合うようにこのパターン部分とそれから側面を縫い合わせていきます。で、このように合わせていただいて、でちょっと形が違うので、ここのカーブの具合がちょっと形が違います。そこに注意しながら、このように頂点、全部のこの面の頂点が合うように縫っていきます。で、実際縫ったものがこちらですね。このように、で、キルト芯も入っていますので、半返しもしくは本返しでしっかりと縫っていきます。ほぼほぼもう返し縫いでずっとこう糸を引いていく感じなんですけども、まず最初糸見づらいかもしれないんですけど、で、半返しはこの間入れて進んでいく感じ、本返しはもう本当に埋まるように全部返し縫いでこう埋まっていくような感じで、しっかりと糸を引きながら縫っていきます。糸の引きが甘いとこちらから糸目が見えてしまうので、しっかり引きながら縫っていきます。ということで、これでまだ一つのパターン部分の面は縫い終わっていませんが、全部縫うとこう立体的なティーコゼーらしい形になってきます。今日の2番目の作業です。裏布も各面を切ると、その後は、表同様に縫い合わせをします。表と同じように、実はもう裏はこう形になっちゃってるんですけども、これと同じ面を2枚、それと側面を2枚、でそれぞれを、裏側の場合は本当に見えない部分なので、キルトラインはかなり粗めざっくりで印をつけておきます。で、キルト芯はこちらの表の場合は薄手のものを使ったんですが、裏は普通の厚さのもの、バッグとか大きめのポーチとか仕立てていただく、厚さのものを使っています。本当に見えないので、今回私は手で縫いましたが、もうミシンでバーッと縫っちゃっても大丈夫です。とりあえずこう2枚に重ねたものがずれないようになっていればいいので、粗めで、はい、で、キルトラインもキルトの張り目もあまり気にせず、はい、バーッと縫っちゃう感じですね。で、それぞれの面のキルトが終わったら、表と同様に縫うとこのような本当にちょっと帽子っぽい形になります。ということで、先ほどちょっと途中だった表面の方も実際縫い終わるとこれと同じ形になっていきます。ここで今日のポイントです。頂点が点点点、そんな時は点点点っていう感じですね。はい、こういう一箇所にこうちゃんとこうここがまとまるように縫うのって割と難しくてですね、しかもそれぞれの辺のちょっとカーブの具合が違ってたりするので、
加減しながら縫っていって、一生懸命上を合わせようと思って頑張ってやったんですけども、あ、それと、キルト芯なんですけども、この縫い代部分、余計なところは切っておくと後々ゴロゴロしなくて仕立てがしやすいかと思います。で、この頂点部分、一生懸命縫ったつもりなんですが穴がと思ってキャーって感じなんですけど、表から返すとこういう感じで、こうですね、ちょっとやっぱりこう穴がって感じですね。はい。で、これは後からちょっと修正をさせていただいて、立体的なものってこうやっぱりこうぶつかったりするところがどうしてもうまく合わなかったりっていうのがありますので、その場合は後からちょっと補正しましょう。キルト糸でこの頂点部分のところ一周ぐるっとちょっと次の辺にこう針を出して糸をつなげて、でまた今度次の面の方に針を出して、で次の方にもっていうことで、まあ今やっているのは裏用なので、まあ穴開いてても誰も見るわけではないんですが、表面の場合ですね、問題はね、そこがちょっと穴開いてたら、まあ後々何かで隠してしまおうかなとも思うんですけど、ちょっとできるだけやっぱり綺麗にきちっと合わせたいなと思いますので、ちょっとこう何回か頂点部分のところ、はい、うまくこうキュッと糸を引きながら各辺の頂点をこう糸を渡して縫っておくといいかなと思います。さて、どうでしょうか。さっきよりはよろしいのではと思うんですけど、はい、ひっくり返してみるとこんな感じ、穴埋まってますね。はい、頂点が一応穴開いてない状態になりますので、それぞれを縫い合わせするとき、気をつけて縫っていただいてると思うんですけども、ちょっとぐらいこう穴が開いちゃったなっていうことも気にせず、ガンガン縫っていただいて最後に補修する、そんな感じでやっていただければいいかなと思います。今後もこのような形でパッチワークキルトに関する情報や手作りに関する様々なことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティン。今回 T コゼの裏生地はスーとビリーの柄です。3本ネットスー、ちょっとこういうお帽子をかぶった3本ネットスーと麦わら帽子の、ビリー、これがプリントされた可愛い、生地なんですけども、もうスーちゃんはキルト界のアイドルなので、はい、スーちゃんと一緒にお茶をしたいなと思ってこの生地を選びました。ちょっと紅茶染みが目立っちゃうかもっていう心配はあります。なるべく横立つ使いたいと思います。